皆さんおはようございます。おはようございます。館山に新しい風を皆さんと起こしたいと活動しております、室敦美でございます。日曜街頭演説、今日で216回目になります。今日は市議会議員にどんな人が向いているかというお話をしたいと思います。先週某日新聞に久しぶりに投稿を掲載していただきました。ご覧いただきましたでしょうか。内容は議会について、この街頭演説でも少し前にお話しした内容なんですけど、市長と市議会の関係について、普段はよく車の両輪という例えられるんですけど、安芸高田市の石丸市長の動画で、市長と市議会はむしろ車のアクセルとブレーキと考えた方が分かりやすいというお話を聞きまして、私もその話がとっても分かりやすいなということで、ここの場でもお話ししましたし、投稿もさせていただきました。その延長としまして、議員の報酬あるいは、議員定数の削減についてということを連続してお話ししていますけれど、その流れで議員というのは実態どういう人が向いているのかということをお話ししたいと思います。議員というのは仕事として実際やる人、数がものすごく限られていますので、なかなか分かりにくいところがございます。私もやってみて初めて分かったことがたくさんあって、いろんな目から鱗というか、こういうことだったら市民がこういうふうに考えた方がいいんじゃないかということがたくさんあります。その中で私が考えたのが、女性にとっても向いている仕事だということで、議員になりたての頃に同じく某日新聞に投稿しましたところ、それに対して主婦でもできるとは何事だみたいな、そんなお叱りというかコメントもいただいたりしました。私の説明の仕方が不十分だったのかもしれないんですけれど、そういう意味ではなくて、議員の仕事として見ると一番大きな特徴は時間に縛られないで働けるという点です。皆さん仕事というと朝何時に出かけて夜まで職場にいて、そんな働き方が普通なので、そういうイメージをされていまして、私が議員になった頃も、あれ今日は市役所行かないのとか、そういう話よく言われたんですが、実際に市議が市役所に行くのは年に4、50日といったところです。そういうことなので、普段は何をしても自由、いろんなことが、反対に言うといろんな自分の力量で、調査したりとか、皆さんの声を聞いたりとか、やりようによってはいくらでも自分の自由が利く、そういった仕事なので、特に子育て中で忙しい、時間がなかなか自由にならない、そういった子育て中の女性にはとてもいい仕事ではないか、そんなつもりで書きました。だからといって誰でもいいかというとそうではなくって、やってみてすごくいろんな経験が役に立つ仕事だなということも感じています。市民の皆さんからいろんな声を聞いて、そしておかしな姿勢で変えた方がいいということを課題を抽出して、そしてそれに対して、じゃあなんで変えた方がいいのか、変えるとどうなるのか、そういったことを例えば近隣の市町とか、あるいは時代の流れを読んで数字も踏まえて、説得できる材料を作って、それを市にぶつける、提案する、そして実際に今までとやり方を変えてもらうには、プレゼン力とかそういったことも必要ですし、市民にもきちんとお伝えする、そんな力も必要になってきまして、私も市議の時には自分の今までの経験や力を振る
稼働させてやっていましたので、まあ、とてもやりがいのある仕事だなということも思っていました。ですのでまあ、例えば組織にも属した経験があった方がいいですし、まあ、いろんなことを経験している、いろんな長期的な目を持ったりとか複合的な目で考えたり提案する、そのためにはある程度の経験も非常に役に立つので、反対に言うとあまり若すぎて経験が足りないということだとまた難しい面もあるかもしれません。ただ、まあ、前向きに自分の時間というか自由になる時間を目いっぱい使っていろんなことを考えたり調査したり自ら動ける、まあ、そんな人がこの議員になると議員の報酬として市民から支払われる税金も効果的に使われるのではないかと、そんな気がしております。そして、ある程度の専門性を持った人が複数集まって、それぞれが違う専門性を持って議論するというのが市議会の場ですので、特定のグループに属していても、まあ、そういった普通の人にはなかなかわからない事情を市政に反映したりすることもできますし、まあ、少数の意見も反映したりするには、まあ、いろんなタイプの方がいることも望ましい、まあ、そんな議会の多様性っていうのは非常に重要かなと思っております。まあ、こんなことをできるだけ市民の方にも議員って普段何してるのみたいな質問をいただくこともあるんですが、普段はなかなか見えない活動が、一番よく見えるのが議会の場となります。立山市議会、年に4回議会が開催されまして、今12月議会の真っ只中です。一般質問で誰がどういう質問、あるいは市の人たちとどういう議論をするのかということが、まあ、傍聴すれば見られますし、傍聴ができなくても今はネットで生配信あるいは録画も見ることができます。立山市だけではなくて他の市議会もほとんど最近はネットで見られるようになってきておりまして、まあ、だからこそ安芸高田市の市長が議会の生の様子をなるべく市民に、あるいは市民以外にも見せることで、市議会もっとちゃんとした方がいいんじゃないか、そんなことを語りかけていると私は感じております。そして市民の皆さんの役割も、そういった市議とはどういうものなのか、どういう人がやった方がいいのか、そんなことも分かった上で、選挙に臨む、まあ、そういう形で、市民ができることもあるので、私もこうやって、日々訴えている、諦めずにこういう活動をしているということです。皆さん少しでもこういった情報が届いてくれるといいなと思っております。年末になりました。皆さん慌ただしいこと、そして季節も不安定になりますが、体に気をつけてお過ごしください。また来週もお会いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。